あるかー。リコ、こだ。パキュンカズ。スコーです。そして、ソーラのケンスケと。ヤガタ。ヒロト。よし。いやいや喜んでたじゃないか。あれガチでしたくない。俺とガチはマジでマジでしたくない。これ毎回 言ってんだけど、はい、マジでしたくない。なんでそんなこと言うの。なんでなんでわかんないけど、したくないランキング一組しかいないもんね。え誰ですか。お前に決まってる。一組だけで僕ら一組だけ比べで、ああヤジと遊んでるやん。そうそう、はい、これから誘ったことないで。も誘ってきてます。いや、ないって。いやで、楽しそうに昨日ヤジと回したみたいに言ってた。タン君はもうすごい喜んでいつも帰るんで。俺が誘うわーって。俺が帰ろって言うのずっとやるよ。僕24時間行けちゃうんで。頭おかしいからな。ということで、本日の企画は、何ですか。スクワット VS エスポワールドガチ学力対決。何学力。いや、まあこうなったのもちょっと理由がありまして、はい、この間ケイスケ君が僕らの家遊び来てくれた時に、はい、俺は歴史は誰にも負けないんだって、うん、で、じゃあ歴史のクイズしようって言ったら5対0で僕が勝ったんですよ。あれさ、神経の問題やな。いや、で、ケイスケ君もその時にエスポの中でも一番俺がもう歴史はできる、歴史ができるよっていうのを言ってたのを僕がもうボコボコにしてしまったんで、はい、あ、これ学力対決ならエスポさんに勝てるなと。そんだけ上から考えたらなんか代償いるで。でもケイスケ君決めてもらう、うん、その代償。そうだね。何何何援護援護。怖い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 、一番怖い。じゃあ俺らが勝ったら、はい、芸名ヤジマで。来年すごい。まあ、じゃあ負けたらヤジマにします。おお、マジマジで。いいっすよ、一生ヤジマにするの。まあ、もともと一生ヤジマですし。まあ、一つだよ、まだ今メンバーするぞ、からね。ああ、ヤジにやってもらう。あ、え、全員が俺なんすか。だから、まず一つがヤジマとエンコやろ。もう一回覚えろ。1年間俺坊主禁止。じゃあ、1年間黄色禁止。じゃあ、1年間、うん、YouTube 禁止。で、5教科で、それぞれの教科、タイマン形式でやっていきます。で、コーナーだけ出題者で抜けるので、はい、5対5の勝負でよろしくお願いします。お願いします。それでは、早速やっていきましょう。せーの、ダーン。おい、スタート。あ、危ないよ、スクワット。はい、ということで第一カノン君、国語行きたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。一番のマカを目指してます。なんで一番の1っす。マカもベスト1。そうです。マジですか。はい。え、でも自分は YouTuber 1バカを目指してるんです。ちょっと待って、ちょっと外しそうなのやめて。危険じゃないのか。じゃあ危険じゃないってマジで。いや、なんか分かってても外しそう。ビジネスバカってやつ。あー、怖っ。中学行ってないんですよ、バカです。あ、そうだ。そう、ガチヤンキーだよ。ガチ、あ、ハーフと一緒。え、マジ、マジ、一緒。マジガチヤンキー。じゃあ早速1問目いきたいと思います。はい、はい、問題です。エクセロン。受けたまわるを漢字でお書きください。うわいいライン。受けたまわる。俺は受けたまわる。受けたまわる、みんな分かってんの。もっちゃん分かってる。分かりますよ。余裕で。ガチヤンが分かってないかもしれない。全然分かってる。受けたまわるは簡単。簡単。簡単。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ受けたままるお答えください。せーの。はい。せーの。すごい。はるか、そんな字ある。そのまま。いやー、回ってるよね。これに関してはね、受けリル。なんかこれさ、あるよな、断わざるみたいなじゃん。ああ、そうそう。へぇ、だからね。だからだからね。はるか、それは受け狙いでやったの。いや、受け狙いのはずじゃないですって。絶対に違いますって。受けたまわる、正解こちらです。どう。ああ、承認だよ。なんだなんだ、これ結構五分な戦いじゃん。同じ思考回路。じゃあ、2問目いきたいと思います。はい、問題です。エクセロン。雨にも負けずの作者は誰でしょう。あー、めっちゃ簡単。雨にも、もう漢字じゃなくて大丈夫。雨にも負けず。ハンカいけないよね。うん、マジか。
はるか、これいける。聞いたことあって、これ中学で出る問題じゃない？中学だって。それ中学行ってないんだって。でも、はるかも行ってないから。おい、スカウト、俺の顔見ろよ。お、来たよ、やろうか。来たよ。じゃあ、両者一斉に雨にも負けずの作者をお答えください。いきます。せーの。はい。うわぁ、終わった。なんか本書いてるよな。その人は黄熱病のお医者さんやん。黄熱病って何ですか？ハグがお腹が鳴らそうですね。うわ、それやそれそれ、あれが合ってる。じゃあ正解は宮沢賢治です。知らん。うわ、そうだ。うわってなる。え、でも聞いたことありません？ない。嘘やね。宮沢賢治、夏目漱石書いたやつは猫。は猫で。猫で。あ、そっか。おー、羅生門発想。ラショーマン、あ、っぽいっすね。芥川、ラショーマンの方っすね。もっちゃん、芥川出んのすごいわ。でも、野口秀夫もやっぱすごい、その線は言ってましたね。バカのせいだよ。理解しやすい。続いての問題は読み方を答える問題です。はい、こちらをお答えください。こんな、うわ、え、待って、いけるっしょ。こんなん頑張れやん。ひねらなんかも見ないっしょ。めちゃめちゃ早い。これ好きな人いねえんじゃない？え、ちょっと待ってください。え、好きな人。これを一旦2人の回答見ていきましょう。いや、両者一斉に。はい、せーの、ドン。おお、なってんだよ。なめんなよ。あれでオリオンって読む。そもそも漢字の読みで漢字出すね。間違いない。そういう方か。なるほど。あぐら。ああ、なんか星座的な、キラ、なんかキラキラネーム的な。そう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 。うわ、これっすね。ちなみにケイス君が何だか聞いてみません？答え。はい。イチジク。まあ一回正解発表しますか。じゃあ一旦、正解はアグラです。アグラ。正解よりもボケな。ちぃちゃんの〇〇。はい。おお、うん、正解はちぃちゃんの髪送り。はい。じゃあ次最終問題です。おー、坊さん、これ2ポイントもらえる？いらいら、そんないらじゃあこれも普通に2ポイントでいきましょう。2ポイント、1ポイント、1ポイント、あるか。いきます、問題です。ヘクサゴン、ヘクサゴン。今なんつったを正しい敬語に直してください。ごめんなさい、これ尊敬語です。あ、尊敬語です、尊敬語です。え、どっちが上？尊敬度はちょっと下です。え、マジ？最上級が尊敬度。尊敬は自分が下がって相手を上げる。現状が現状や。むずいっすね。あ、2人出揃いましたか。はい。じゃあもういっちゃいましょう。はい。今なんつったを尊敬語に直してください。せーの。はい。今なんとおっしゃいましたか。あ、2人とも一緒。いや、いいから。おっしゃいました。しゃいました。何してんねん。いいな。じゃあいいな。はい。じゃあ、まあまあまあいいよ。だどうせ外れても俺も勝ちだし。まあそう、まあ、同じ回答だし。じゃあリで。リで。リコ。正解は今なんとおっしゃいましたか。イエーイ。ウィブイブイブイ。三分で負けるな。やばいって。うわー。はい。スカッといっちゃんバカだったんでしょ。はい。はい。なるほど。なるほど。まあということで第一回戦は発表の勝利でした。ああすごい。タイム参りましょう。ということで2回戦目数学ターブ VS ヒロキ君でーす。イエーイ。頑張った。めっちゃアホなんちゃう。いや、一番頭いいします。この中では俺本当頭いいです。そうなんですか。いや、でもそんな傾向牛語傾向牛語あ、もう分かってないし。今声優だったら、あ、あいつは分かってない。じゃあ早速問題いきましょう。はい、1問目問題です。はい。6と12と18の最小公倍数は何でしょう。そんなんかえっと、めっちゃ簡単よこれ。6と12と6と12と18の最小公倍数。え、これセコなの？これっすよ。これ違うの？はい、ちょっと違うっす。まだ待って、むずいむずいむずい。最小公倍数って何？俺数学低かったよ。 OK ですか。はい。じゃあ2人の回答を一斉にオープン。せーの。はい。ヒロト君が2、パーが何してんのお前。そう、割り切れる数みたいな。1個だけなの、最小だから。だからこう3つ書いちゃうのはダメなんだよ。じゃあ一応正解の発表、はい、
出します、はい、正解は36です。えっ、どういうこと？あ、そうです。最初の倍数の約数だったら割る方なんですけど、あー、上で、上で、上で、そうです。そういうことね。先ってよ、先ってよ。先ってよ。今日とこれ正解か。間違ってるわ。説教してきたっすよ、今。じゃあ続いての問題参りたいと思います、はい、問題です。こちらの連立方程式をお答えください。めっちゃ得意。あー、出た。連立方程式。あー、もう拾ったか。知らんって。数字じゃないのに数字が出てきてる時点で意味がわからない。え、マジで。確かになんかアメリカが攻めてきたみたいな。そうそうそう、まだ会話できてると思う。俺これいけたかも。え、マジで。マジで俺これいけたかもしれない。多分これいけてんぞ。めっちゃ自信ありそう。いや違う、今やばいっす。息もしてよ。じゃあいきます。はい、一斉にお答えください。せーの。はい。おお、あ、 X イコールだ。あ、お前、よし、よしよしよし。正解発表したいと思います。正解は X イコール5、 Y イコール2です。お前もう間違いない。お前これはもうゼロですね、お互い。あ、まあ一緒っすよ、結局。うわ、いやー、数学これマジでいかんってことは。電子レンジがあります。食べ物を温めるのに500W なら3分、1500W なら1分、はい、では1000W なら何分かかるでしょう。はい、1分30秒です。いや、マジでお前らやばい。やばいぞ。一周 240m のグラウンドがあり、ヤジ君は7分30秒でグラウンドを9周走りました。すごい走るか。ヤジ君は秒速何メートルで走りましたか。はい、オロット君が秒速 1.1、 ターが 4.5m、 4.8m です。残念。じゃあもう最終問題いきたいと思います。はい、最終問題これで当てれば、はい、対抗対抗。最終問題こちらです。今日は月曜日です。では千日後は何曜日ですか。何それ何それ。すごいね、急に7分の1なんで。月曜日。めっちゃ悩んでる。さあ、ざっといいよ。さあ、7分の1いこう。考えましたか。はい、じゃあいきます。両者一斉に回答オープン。せーの。はい。え、俺何だろう。答え、日曜日です。残念。正解感出したよ。じゃあ揃ったらびっくりじゃん。どうやって求めたんですか、2人とも。いや、なんか700でまた月曜日来るかなと思って、で、それで300だから月火水で水。なるほどね。なんかぽいわ。俺はなんか大概2日後。じゃあこの試合はドローでーす。マジか、マジか、ゼロゼロのドロー。だからでもこれで1年間 YouTube 禁止はもうしなくていい。おー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 。今は、今は坊主禁止だけ。1年間カット禁止。カット禁止。チキンのありそう。そこまでして坊主にするの。じゃあいきます、3人目、社外です。お願いします。黄色対決。お願いします。注目カードですね、こちらは。プライベートでは勝ってるから。まあ、タケル対天心みたいな。はい、ああ、ありがとうございます。天心ね、天心ね。俺が負けるみたいな言い方してますよ。まあまあまあ、結果が全てですから。かかってこいよ。ナイス。かかってこいよ。俺、失敗にかかってこい。すいません。問題です。はい。日本のお金の円という単位は何時代から使われているでしょう。え、うわ、え、マジ無理。ヤジ無理無理。ヤジ、4分の1よ、ほぼ。どこの。おわっ、ダメだよ。いや、ダメ。え、ちょっとこれ漢字はいいですか。大丈夫です。あれ漢字大変ですよね。じゃあいきます。はい、両者一斉に回答オープン。せーの。明治。明治。明治。おお、正解は明治。おお、すごい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 。めぶり高さ男。これが見たかったんでしょ。これ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 。バチバチ、バチバチ。アリーナ席取ってよかった。アリーナ席取ってよかった。なんで引き返したんだろう。最悪や。続いての問題まいります。物価が上がり通貨の価値が下がる現象を何と言います。なるほど。最悪。物価が通貨の価値が下がる。買える。買える。引っ掛けかこれ。なるほど。
いやもう俺これでいくわ。そう、自分信じよう。大丈夫ですか。はいはい、どっちかでもこれミスりそうですね。うん、一択ですか。ちょっと待って、はは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 。一斉に回答オープン、せーの。円安。円安。デフレーション。デフレーション。いただきます。正解はインフレーションです。くそーくそー。まあでも不正解なんで。今ヤバ回答いたって。今ヤバかったよ。いや別にヤバくないよ。もう円安か円高の二択は合ってたからな。ちょっと待って、ここ外したの悔しい。あ、ちなみに自分は合ってました。カルダは何だそれ。お前が合ってても仕方ねえな。ちょっともう、じゃあいきます。はい、問題です。戦国武将伊達政宗は〇〇政宗と言われていました。それのあだ名的なのをお答えください。ああ、こんなんこれでも9人得意かもしれない。何々の政宗やんな。何々の政宗。うわ、合ってんのか。いや、俺これ知らないわ。聞いたことある、絶対に。あると特に聞けですけど。じゃあ一斉に回答オープン、せーの。眼帯。毒眼。毒眼。毒眼や。え、マジっすか。正解は毒眼竜の技でした。じゃないのこれ。ちょっと頑張って。知らないんだもん、独眼竜とか。いや、ちゃんとかすってるやん、かすってる。かすってるな。大丈夫、バッター触れてるな。触れてる、触れてる。フルスイングしてる。ちょっと外れ、外れ、外れ。いやいや、もう外れ方が全然違う。それ言い訳やな。武田信玄が戦の際に本陣に掲げていた旗には、なんという四字熟語が書かれていたでしょうか。風林火山。しゃー、すごい。次が最終問題です。最終問題勝ちだ。2対2だもんね。俺はハイクのストックがあるんで。いや、最終問題。明治時代に新しく入ってきた西洋の思想や生活様式を積極的に取り入れたことで起きた人々の生活や文化が変化した現象を何と言いますか。肝問題。いや、あるわそれ。その単語聞いたらマジスカッとすると思うね。これその覚えてないだけなんですかね。絶対有名。これ正解した方が勝ちですからね。頼むヤジ。え、奇跡的にこれっていうパターンもあるよね。いや、ある、全然ある。もうわからんから。大丈夫ですか。はい、じゃあいきます。両者一斉に回答オープン、せーの。欧米か和洋折衷。ずるいですよ、そんなんやるなら。そんなの俺だってこんなん書かなかった。欧米かってほんまにあるやろ。え、あるんじゃない。そうなんですか。あるんですか。え、これ答え何。答え、文明開化です。分かってない。いや、聞いたことはありますけど。分かってたら成功で勝利やった。いやいや、俺分かってない。いや、もうどっちも見てないよ。同点。同点。マジか。マジ。お互い歴史は言ったよ。強かったですね。明治時代と早かったですね。風林火山。でも僕、独眼まで来てましたけど。眼帯。独眼竜。ガウダっていうか。で、僕がインフレデブルーの二択の時、円安、円安って書いてましたよ、ケイスケ君は。あれ、インフレなんで答え。ということで、3回戦目はドローでーす。くしょー、悔しい。4回戦目、英語、剣道 VS、ボッチャー。これで負けたらやばいんだけど、でも俺マレーシアの大学受けようとしてたから。でもやめたよ。はい、やめました。マレーシア。なんでやめたんだっけ。海外行くの怖くてやめました。一人で怖くて。もっちゃんハワイ帰り。ハワイ帰り。ハワイ帰りですよ。確かに。あと頭いいでしょ。言ってた、もっちゃんの血筋最後だ。そうです。だから上のところにある銅像、僕の親戚のおじさんですよ。すごっ。なんか似てると思ってたんだ。いや、あんまり。じゃあ早速問題参りましょう。はい、問題です。英単語の意味を答えよ。そちらの英単語です。え、日本語だよね、これね。そうです、日本語で。どれですか。はいはい。え、もうどれ。結構いった。え、よっ。じゃあ行きます。両者一斉に回答オープン、せーの。おば。あ、むずい、わかるぞ。うわ、全然違う。わかるね。全然違う。一番下と一番上だ。正解はドーターズ。むずいです。はい、むずいやろお前。いや、ドーターは読めたんよ。え、でも本当にマレーシアで俺覚えたの照りまかしぐらいだもん。
バレー語のありがとうって言う。テリマカシ。そうなんです、電車降りるテリマカシって言うんですよ。続いての問題、はい、図書館を英語でお書きください。これは簡単でしょ。でも一個でも間違えてたら、ああそういうことね。スペルがむずいのか。スペルがちょっと、あーよくないもん。じゃあすごい、いきます、両者一斉に回答オープン、せーの。ライブラリー。あ、分かった分かった分かった。 LR。 あ、LR。 正解は LIBRARY。 どっちの正解。俺キングの合格が分かる。惜しい。もう全部間違えてもいいんじゃないの俺。悔しい悔しい、マジ悔しい。意味をお答えください。サムデイアゲイン。まあでも両方正解。おお、やばい。じゃあいきます、4問目。次の文章を英語に訳してください。私は昨日学校に行きました。なんか簡単。どっちけ。これもちょっと絶対大事。まあちょっと細かいミスありそう。俺も結構気をつけろよ。気をつけろ。これ結構全般的かも、今回の問題。全般的かもがいいのかも。何やろ、全然意味やから。ありがとう。変えないでいいや、このままでいいや。はい、じゃあいきます。両者一斉に回答オープン、せーの。I was go to school yesterday. I went to the school yesterday. Went なんだよ。Went。あ、こう Went 書きました。正解者はいません。残念。よし。Want to だよね。え ？Want to。I want to じゃん。I want to。あとスクールか。いや、もっちゃんの I went to。The がいらなかったの。確か。The いらないんだ。The いらない。I went to school yesterday。あ、惜しい。惜しかった。もうじゃあマジで惜しい。まあということで、もう最終問題行かずに。勝つよ。もう行かずに。もっちゃんの勝利。ありがとうございます。初のボルマケ。いや強すぎるって。強すぎだって。4一？やばいよ。次じゃあスクワット勝ったら俺らと同点でいいよ別に。ええ。何も言ってないのにいいんすか。あれです。そういう分析をしてたよ。ちょっと待って。なんで引き分けのやつそんな決めてる。確かに。じゃ最後、一応カズが勝ったら、カズが勝ったら同点。同点でいいよね。すいません、すいません、ありがとうございます。ならんやん、だってもう勝ってんのに。カズ大丈夫な。いや、任せるの。大丈夫だから最後は残ったんすね。はい、そうなの。中断です。大丈夫ね。いいよ、じゃあやったろ、やったろ。すいません、ありがとうございます。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 よっしゃ。最終回目、理科です。お願いします。いや、もうなんかイライラっすね、ほんとスクワットには。ダメすぎる。スクワットをカズが作ると。はい、かんえ。マジこれ勝って同点にしたいって思ってます。ガチヤマどうなの。リカぶっちゃけ言っていい、俺リカマジ20点以上取ったことないね。おおおチャンス勝った。待って、一番いい勝負。僕もリカの最高点数15点なんで、いい勝負。いい勝負、いい勝負っす。最初科目いきたいと思います。しゃー、いきます。問題です。パナップ。植物が光合成を行うために必要なものは水と光と、もう一つは何でしょう。これはもう、あれ笑っちゃってる。笑っちゃってる。え、これ小一の問題。あれえ、ちょ、なめんなよお前。身長だけにしとけよ、俺のことバカにすんの。バカにしてない。バカにしてない。いいんだ、バカにしてない。え、これ全員分かってんの。俺分かってます。本当すぎるよ。いや、マジイメージ。イメージだよ、多分いけるかもしれない。まあまあまあ、イメージか。じゃあいきます、両者一斉に回答オープン、せーの。ドン。空気。一応正解は二酸化炭素です。え、それ正解やん。どうなんや。で、違う違う、だから俺光合成説明するよりは、二酸化炭素吸って酸素出せやん。二酸化炭素吸ってって分かったし、光合成出すことも言わんの。必要なものはっていう。まあまあ、でも分かってたわ。じゃあ続いての問題です。はい、左手を使って電流の向き、磁界の向き、力の向きの3つの向きを関係を表すことができる法則を何々の左手の法則という、何でしょう。いや、俺もうこれしかないわ。え、そういうことだと思います。多分ね、これ俺らが習った時は違う、ちょっと足されてるわ。そうだよね、20。そうだよね、言葉が電流の法則。あ、そう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 。じゃあそうじゃ、左手はないもんね。そうそうそう、俺らの台は。確かに、書ける。あ、もっちゃんに共感求める。じゃあいきます、両者一斉に回答オープン、せーの。
ナイス。そういうこと。ナイス。そういうこと。そういうこと。そういうこと。伏せた時自信満々いますよ。左手っつったらシャンクスしか。俺やられたと思ったもん。だから。一応正解が。頼む。フレミングの左手の法則です。あー、聞いたことあるわ。え、俺らの時代そっちだったっけ。同じ時代が習ってんだ。同じフレミングの法則すごい。でもガチャムク欲しいっすね。そしたら欲しいよ。だからカタカナだから欲しいんだよ。ほんとチャンクスフレミングの宇宙はある現象によって生まれたと言われています。その現象の名前をお答えください。ビッグバン現象。正解。次の問題参りたいと思います。問題です。耳画像の実験器具の名称をお答えください。触ったこともないんだけど。いや、ないっす、ほんとないっす。触ったこともない。いや、それはないやろ。これ、分かってますか。パン君さん。はい。パン君で分かんなら俺も分かるよ。パッと出てきた。俺、分かんなかったな、これ。カズもパッと出てきた。もう、これはほぼ間違いないっす。じゃあ、両者、一斉に回答オープン。せーの。あー、おっと、なに、これは、なに、なんか近しい感じの近しい感じが分かんって何。正解は、メスシリーズ。ちょっと待って、これ A 悪ない。え、でも軽量感なんてあった。いや、聞いたことないよ。軽量感なもの、これやん、これやん。ちゃんと見たらメスシリンダーだったけど。あ、でもただ次ガチャムが間違えて数が合えば同点だろ。まあ、そうやな。だから、同点ってことはどうなんですか。違うよ、数が勝ち越さないと、この大会を。だから、次同点になっても負けってことですか。だから次のポイントを大きくするしかないってこと。いや、もう、しょうがない、無理なのかな。しょうがない。別にいいよ、どっちでも。どっちがバカでもいいわ。あまり興味持ってない。勝敗どっちでもよくなっちゃったから。最終問題。何、無理。ボーポイント差し上げた。逆転あるから任せて、みんな応援してスクワって来い。応援。いきます、問題です。玄関の中で酸化銀を加熱するとどうなるでしょうか。これ分からんな、俺。これどうなんだろう。よっしゃ、待って、めっちゃ思い出した。酸化銀、酸化銀でしょ。書き直すの。あんまり自信満々だったじゃん。一十。一十みたいな。多分もう元素が計算してる。もうさ、頼むわ。もう一時やねんな。すいません。一時。やば。最終問題、これ正解したら5ポイントなんだよ。いきますよ。両者一斉に回答オープン。せーの。水が逆流すると消えてなくなる。正解者はいません。残念。おめでとう。おめでとう。よっしゃー、発生し銀が残るっていう。多分右側酸素が発生するんじゃん。ということは待って、俺ら勝った。いや、2引き分け3敗じゃん。2引き分け3敗でエスポチームの勝利。よかった。俺だけで多分全員倒せた気がする。エスポメンバーはもう俺とハンクをバカにはしないでほしいよね。俺ら勝ってるし。そう、勝った。そうだよ。ケース君がめっちゃ強い。ここ勝って。まあそうやな。じゃあ矢島。矢島だし髪切れないでしょ。お、ガチャもなんだっけ。手をよくり。そんな言うなよ。だから今日のところは一旦だから矢島だけ受け取ります。今日のところは、はい。残りの罰ゲームはちょっと後日ご相談。やんないや。概要欄にエスポさんのチャンネルで、とんでもないことさせられてるんで、よかったらチェックの方お願いします。お願いします。ということで以上エスポールコラボでした。バイバーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。